さあまずはフィッシングウェーブです。今どんな釣りが来てるのか、このコーナーではテレビジョンに集まる釣果情報から特に気になる魚種地域をピックアップしていきます、はい、今週のゲストはこちらです。江戸前の釣りを中心にテクニカルな釣りから大物まで様々なジャンルの釣りに精通している船上の高校屋平林清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校屋ですか？どんどん長くなっていくんですよ平林さんのね、いつもね笑顔で語ってくれますんでね、はい、ちょっと気になりますね。大変失礼いたしました。失礼いたしました。申し訳ございません。さあ、はい、そんな平林さん、年末年始どんな釣りされてました？そうですね、農館は孫2号、はい、2番目の孫と一緒にタコ釣りに行ってきました。お孫さん、いいタコでしょ。大きいですね。すごい硬いですね、うん、これがね、あの30日ですね、くれの。あ、もう本当に年末も年末、うん、正月用のタコと。え、これまた別のタコですか？別のタコです。え、すごいじゃないですか、全部大きいですね。すごいですよ、うん、わー、おー、すごい、袋にいっぱいいっぱい。こんなに釣れるのタコって。あの、すいません、はい、あの高校屋の姿がないんですけど。そうですね、確かに。あ、あるんですよ、いいタコでしょ。あ、いいタコです ね、 ね、ただね、はい、伊勢さん、岡丸ちゃん、はい、悲しいことに、うん、孫2号が6杯取って。あ、すごい、すごい。僕は3つなんですよ。あ、だからやられちゃってね、ただじゃ済ませないっていうんで、初釣りは、お、初釣り、もう白ギスに行ったんですよ。いうことで、まあ、いいギスでしょ。お、すごい硬いですね、うん、中野製のね、だいたい15メーター立ちぐらいですね、はい、いい硬そう。お、これはでかいですね。綺麗なギス、うん、肘叩き。孫2号が45尾。すごいですね。すごい、ちょっと僕が85尾。それ見ろ、ざまあ見ろという。負けすぎない、ここにあるんですね。ちょっとあの大人げない気もしますけどね。さあ、はい、今回はとっておきの楽しい釣りをご紹介いただけると、うん、そうです。ちょっとね、あのまだまだね、船の釣りとしてはマイナーな感じがあるんですけど、幻の高級魚でございます。来ました、私。幻、あれ、ね、そうだそうだ、今年の抱負でさ、うん、先週の放送で高級魚釣りまくるっていうのを言ってたから。釣りまくる、はい、あ、じゃあぜひチャレンジしてほしい釣りがあるんですよ。何の釣りですか？はい、というわけで今回のフィッシングウェーブはですね、一度はチャレンジしてみたい清志おすすめ船イシダイでございます。おー、イシダイ。イシダイなんですよ。これはもう憧れの高級魚ですよ。そうです、うん、また写真がいいですね、これ立派なイシダイ釣ってるじゃないですか、うん、あの改めてね、イシダイってどんな魚なんですか？ね、まあ、あの石物ってよく言われまして、うん、あの磯にいる、まあ、磯の王様ですね。で、石鯛と石垣鯛ってあって、まあ、石鯛はまあ有名なのは、まあ、こう縦の島が有名と、はい、で石垣鯛はね、あのいわゆるヒョウ柄の、まあ、大きいのはね、まあ、70センチとか80センチぐらいになるんですが、そんなに大きくない？でかいです、でかいです、でかいです、うん、で石垣鯛ってのはどっちかというと南方系の魚で、はい、東京湾とかこっちの方じゃあんまりいなかったんですが、最近ちらちらと顔を見せるようになってきて、大きくなってくるとね、あのイシダイは、メスはうっすら島が残るんですが、はい、オスは島が消えて銀色になるんですね、体が。なくなっちゃうんだ。で、口だけ。本当だ、これ右側銀色になってるってやつ。片っぽがオス、で片っぽがメスがうっすら残ってるんでしょ、はい、これこの間釣ったイシダイですね。わー、すごい、これ大きいですね。大きいでしょ。なんかこのイシダイ釣りっていうと、うんうん、こう船で釣るっていうよりも、その磯の上でね、どっしり構えて当たりを待つみたいなイメージがあるんですけど、うん、実はね、僕もあの若い頃、若いってもある程度年取ってたかな、今はもっと年取ってますけども南伊豆の伊浜からね、渡船で沖の磯に渡してもらって、はい、まあ、関西の磯釣り仲間と何回か石鯛狙ったことあるんですが、まあ、基本的にはあの時は僕はサザエの餌使ったかな。だから高いでしょ、餌代も。人が食べるのと同じサザエの身使うんですか。サザエをハンマーで割って、中はあの身に貼り付けて、で沖に投げて、であと竿を置いて、うん、当たりを待つんですね。あ、ひたすら待つ。ずっと待つ。で結局ね、あんまりこう動かすと
遠くに投げた仕掛けが根掛かりしちゃうんですね、はい、斜めに引っ張る形になっちゃうから、はい、だから基本的にはあの石台の通り道にポイントに投げて当たりを待つ、はい、で僕の友達はね磯の上沖磯の上でね、うん、一日シャーロック・ホームズをこう読んでましたね。シャーロック・ホームズを卵を加えて、優雅な釣り、そういう優雅な釣りなんですね、うん、どしっと構えて、うん、あまりせこそこやるもんじゃないんですね。なるほど。僕やつは当たり見逃しそうですけどね、このなんかね本にハマってたら、うんうん、で沖の場合はね、あの割とねグッグッってまだ合わせちゃいけないってグッと入りますから、へそんな感じの釣りなんですね。そっか。じゃあこれ今回平林さんが教えてくれるのは船からの釣りなんですよ、うん、船なんですよ、まだまだ本当さっき言ったようにマイナーな釣りなんですけども、釣りたいんでぜひ教えていただきたい。船の石台釣りというと、まあ、2種類ありましてね、まあ、一つはあのコマセを使ったしゃくりの石台、要するにウィーリー仕掛けみたいのでコマセを入れてガッとしゃくりながら探ってきて釣るんですけど、うん、まあ、あの割と釣れるのはたまに大きいのも釣れるのかな、ただ大体これぐらいのうんうん、サイズが大きいですね、この中心ですね、うん、まあ、それがあのしゃくりの石台なんですけど、今回僕がお話しするのはあのかかり釣りって言ってかかり釣り、うん、船で出て沖のここぞという石台がいる船頭がもう狙っているポイントに船を持ってって、うん、そこでアンカーを2本入れて怒りを、うん、でロープで船を固定しちゃう、あ、もうそういうもう完全固定なんですね。完全固定で船は止まってる、潮は流れてるというところで釣るわけなんです。ほうほうほう、まあ、結局考えてみればね、沖に磯を1個作って、うん、その上に乗っかって釣ってるようなもんですかね。これ水深どのぐらいのところ狙うんですか。時期によって、あとその時の杭によって違うんですが、うん、この間さっきの写真の石で釣ったのは15メーター、結構浅いですね、うん、浅い時はね10メーターぐらいのところで、すごい浅い。今ねこの図が出てますけど、本当に磯の上に船固定してるっていう感じなんですね。そうですそうです、うんうんうん、ではまあちょっとあの海面出てる岩もあるんですが、あれはほとんどないですね、うん、実際には、本当のあの真っ平らの海です。じゃあ狙ってるポイント、はい、狙ってるやり方としては、磯からの狙ってるのとあまり遠くはないっていうことですね、まあ、ですほぼ同じっていうです。でだからあの磯の場合は胴突き仕掛けとか、はい、まあ、あのうーん中おもりの、はい、誘導式の仕掛け使ったりするんですが、船の場合もね、あの胴突きなんですよ。これがね船の石台釣りの仕掛けなんですね。お、持ってきてくださいました、ちょっと見ていただくと、ほらシンプルでしょ。本当だ、すごいシンプル。もうザ胴突き、ザ胴突き、うん、よく見る仕掛けですね、うん、でこのハリスはね、僕は15を使ってます。フロロカーボンの15。結構短いんですねハリス。そうですね、うん、ただこのステイトよりも長くないとポーンと重りがついてこういう状態で漂いますから、うん、あのステイトは5号を使ってますけどね。おこれ2本ついてるでしょ。あ、本当だ、針が2本。餌にダブルで引っ掛けておくと、はい、いうことですね。へえ。ちょっとね、今回ねタックルも持ってきていただいたんで、タックルも見せていただきたいなと思います。船の石台竿というのも特殊なもので、はい、ちょっとお持ちしたんですが、うん、15年ぐらい前から使ってる石台竿なんですね。もう見るからに太い、ね、太い。つい感じ。で、あのちょっと出してみましょう。これはまあ振り出しになってますから。おお。あ、もう穂先は細いんですね。細いでしょ。ガイドもなんかゴマみたいにちっちゃい、これがね石台竿です、まあ、穂先をちょっとお見せしますと、はい、カワハギ竿みたいでしょ。僕ね先ほどこれ触らせてもらったんですけど、もうまるでカワハギ竿のような。そうでしょ、まあ、張りのあるけども繊細、そう、ね、ソフトでね、ピッとこうすぐあの反応が出る竿ですね、うん、でここら辺はもう硬いですよ。本当だ。で実はね、僕はリールは片軸のリールっていうのを使ってるんですね。おでこれはねほらフリーで回っちゃうんですね。本当だ。でどうやって止めるのっていうと、うん、この指で押さえてるんです。押さえるだけ。そうです。
指でサミングして指ドラッグですね。おだから引きが強いとこう出ちゃうんですね。あハンドルも逆回転されちゃうんですか。そうですそうです出されると出てっちゃいます、うん、だから石台をかけてかけるって言ってもねこれ当たりが非常に微妙で、うん、いいですかコンコンと来ないですよ。石台の当たりっていうのは最初ねあのヤドカリ使った時はヤドカリ餌ふわふわふわ、うん、こんな感じですよ。そんなちょっとちっちゃいんですか。こんな感じそんなこの当たりです、うん、でここで合わせちゃうとさっきのあのくちばしみたいな歯があるでしょ、うん、あれで餌をついばんでるだけですから合わないと、うん、でチャンスを待つわけなんですよ、はい、どうするんですか。こうやってちょっとちょん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 って少し送って安心させてやるとうまくいけばスッとこれぐらい入るんですよ。こんな感じさっきとさほど変わらない。そういいですか、はい、ちょん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 ちょっとあちょっとちょっとより入る、うん、その時に、うん、ちょっと入るんです、はい、その時にもう鬼合わせ鬼合わせこの野郎って感じでグーンと。おそうあの針にガチッとかかったら、うん、下は磯の根ですね。根ですよ。根に入られたらもう大変ですよ、うん、そうですね。そしたらもう死に物狂いで巻く、うん、巻いてとにかく根から離す、はい、巻けるもんですか。いやいや、うん、なかなかそれが巻けなくて入られちゃうこともあるんですけど、うんうん、とにかく引き離す。で引き離したらもうあの体力勝負ですね。もう耐えに耐えてちょっと待って石台釣りってそんなに激しいんですか。激しい激しい、うん、おだからねあのこれ持ってからしちゃいますから浮かしてからでも引きが強くて、うん、もう竿がのされちゃうでしょ、うん、そうもうダメだからこれ出して竿立てるしかないじゃないですか、うん、もう疲れるともうリール掴んじゃう掴む、うん、これじゃ抑えきれないから。いやちょっと待ってあの大きいまあまあ大きいマダイとかも釣ったことあるんですけど、そんなに強い。いやいやいや引きそれどころじゃないですよ。そんな強い。そんなだからさっきの石台 4.2 キロ釣った時は、はい、あの船長とか仲間がねこうでしょ平林さん何やってんだよ年取ってもう体力落ちてんじゃないのかって、うん、冗談じゃないですよこっちはもう必死ですよ、うん、でいい加減時間かかって10分1分以上かかりましたかね。そんなにかかるんですか。このバイトを10分をマグロみたいな感じ。でやっと浮かせたら、うん、網を持ってきてうわでかっつってそれが 4.2 キロ。いやすごい。すごい。あね、船宿でね 4.5 キロぐらいは出てたんですが、うん、去年の秋口から暮れかな、うん、5.1 キロが出ちゃったんです。うわでかい。うんうん、だからこの時は僕はね 5.2 キロ何としても釣らなきゃいけないと、うん、記録更新したいわけですね。したいです。そこはまあこれがねかわあの石台竿です。石台竿ものすごいパワーがあるんだね。竿も、ね、まあ釣り人もそうだし。そうですそうです。もちろん魚にパワーがあるんですね。そうなんですよ。あのただものじゃないですよ。いやちょっとこれはねもう聞いてるだけでね釣ってて楽しいんだろうなっていうのが分かりましたけど、あのさっき仕掛け見せていただきましたが、餌とヤドカリを使うんですか。ヤドカリ鬼あの紫以外いわゆるカラス貝の大きいのを使うヤドもあるんですが、はい、僕の場合はあの鬼ヤドカリですね、はい、これぐらいの殻なんですけど。そんなでかいの、うん、この写真それをねハンマーでバカーンバカーンと割って、うん、中からほら割ってるでしょ。本当だ本当だ。でこれあの赤いのがヤドカリ。ヤドカリ、これみんなここで殻割ってんだ。このヤドカリ割ってんの一個一個。うん、うわすごいな。知らなかった。ヤドカリってこうなってるんですね。もちろん生きたヤドカリ使うわけですよね。生きてる。そうなんだ。なんか高いらしいですねこの餌一つ一つも。なかなか高くて手に入らないでみたいですね。あれね、でもあれ食べたら美味しいかもしれないです ね、 なんかね食べたことないんだけど。本当この間釣ったばっかりだけどシャコに似てますね。似てるよね。雰囲気がね、うん、じゃあそうやって苦労した末釣った石台ってのは美味しいんですか。めちゃくちゃ美味しい。こんなにいろんな魚食べてるから平林さんは。すごい伝わってきた。そんなの美味しい。うわ見て見て写真。下が刺身で上は頭を割って
腹の煮付けですね。うわ、うまそう。頭まで全部食べられるんですか？全部食べます。あと内臓も食べられますね。内臓も胃袋と腸ですね、はい、それはきれいに洗って、あの口に刺して塩振って焼くといい酒のつまみになりますよ。美味しいんですか？美味しいです。で皮は、刺身を取った後の皮はあの湯引きして、うん、で刻んであのポン酢かけて食べると絶品です。捨てるとこないですね。捨てるとこないです。いやでね、あのくちばしはさっきの評価です、ね、なるほどね。でも だいたいね、お腹を裂くとね、中にね真っ白なねラードが入ってるんですよ。そんなに脂乗ってるんですか？そう、もうねちょっとね指でかき出すぐらいね、うん、ラードが入ってるんです。これなんですか？これお茶漬け？これはねお茶漬け、石田茶漬けですね。最後になかなか普段食べられないですよね。石田ってお店で食べられるのかな。いやどうなんだろう、見たことないかも。どうなんですかね、うん、ぜひ釣りに行かないと、ね、それは釣ってみたい。あの専門でやってる船宿あるんですか？ あります。あちこちありますんで、まあ、一度あの石田船の釣りで調べて、うん、で、まあ、乗り合い船とあと仕立てとありますけれども、はい、仕立てが予約が入ってない時は乗り合いで受けてくれると思いますんで、あと餌の確認も含めてね、なるほど、一回問い合わせして調べて行かれるといいと思います。で竿はね、貸竿が大体どの宿もありますから、うん、あの大丈夫だと思います。なかなかねこのパワーの差を持ってる人少ないでしょうからね。そうですね、ちょっと特殊な釣りって言えばまあ特殊な釣りですからね。いやこれはもうちょっと行くしかないね。ちょっと今年の目標、高級魚釣るっていうのを、ね、そうだ、叶えてくださいよ、ね、食べたいよ。そうですよ、ぜひ釣ってくださいよ、ね、いいの教えていただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。